関東では朝日差しが届いていましたが、東京都内でも雨が降り始めてきましたね。そうなんですよ。この後日中帯は、ね、関東エリア広く雨が降ってくることになりそうです、はい、で現在の状況まずご覧ください、8時40分までの1時間にいただいたご報告なんですけれども、まあ、関東ですね、神奈川県から東京23区にかけてザーザー降りのご報告になってきました。で今北部の方はまだ晴れているんですけれども、これも、ね、天気下り坂に向かっているんですよ、はい、で雨雲を見ると強い雲出てきております。でライン状に雲が伸びているのがお分かりいただけると思うんですが、これが、ね、だんだん北上していくような流れ、そしてさらに広がりを見せるという流れになります。でこの後の雨雲の動き見てみますと、まあ、関東ですね、まあ、概ねピークは昼前から今日の夕方ぐらいになるかというふうに見られます、はい、南部を中心に雨の強まるところがありそうですし、今晴れ間が出ている北部も広く天気が崩れます。一方夜になってきますと南部の方の雨雲はだいぶ隙間が多くなる見込みでして、まあ、雨が、ね、この図でいくと止むようなエリアも増える中で、やはりですね、北部や西部を中心にまだ南部でも所々の雨ということはありそうですから、まあ、今日は時間を問わずですね、外出の際には雨具をご用意いただきたいと思います。はい、今日は関東雨が降りやすい一日となりそうです。お出かけの際は折りたたみ傘などを雨具を忘れずにお持ちください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。